ザンとゴーリー見てくれ、もうでかいカプセル、でかいカプセルに小さいカプセル、1回目ね回したらパカリンコロリンと、1回目は見てくれ、ザンミラが来たんだよね。うわーこれがトア様だったらトア様だったら最高だったんだけど、トア様いないんだ。でラインナップが全部で UDM バースト18、もうねこのイラストがすごいかっこいいんだよね。めっちゃ大きに悟空がいて、後ろにハッチ100、うわーすげー、ハッチ100の迫力。そしてラインナップね、孫悟空、このね悟空がね、これ見て、これじゃないか、半端なくねなんか顔がね悟空に見えないんだよね、これ誰かに似てんだ。で2番がトランクスゼロのスーパーサイジン3で、3番がご飯のスーパーサイジン4、そしてミラでね、ドゥドゥルドゥルとチラリ、ドゥドゥルドゥルとチラリ、めっちゃでけえハッチ100、これは絶対欲しかったんだよね。うわーかっけえ、もう紙の時点でかっけえし、5番のハッチ100、これが一番欲しくて、やった結果ね、なんと2回で来たんだよね。でかいカプセルゴロンってきて、なにこれでけえぞ、まさかパッて見たらハッチ100この運の良さだ。やべえこれドカバトのブロリンとかに出しちゃったかな、運の良さ。パカリンコロリン見てくれ、ハッチ100の迫力、重たっ、重力半端ない、重てえ、すげえな、ハッチ100。まあ大猿ほど重くはないけど、大猿ほど重くはなかったけど、重い、ハッチ100も重たい。そして中身落として見てみよう、スポリーン、ハッチ100、うおでけえ、めっちゃでかい、素晴らしいぞ。裏、そしてバン、サイヤ人皆殺しって顔してんな、おいすげえ、すげえ、うわ横顔、ツクル人の怒り、すごいなこれ筋肉、うわいいな、素晴らしい、素晴らしいわ、この筋肉感、筋トレしたくなる筋肉感。やったハッチ100きた、見てでけえハッチ100、すげえでけえんだけど。バーブルースキンかっこいいね、これトア様いたら死んだな、トア様いたら5個ゲットするまでやるわトア様5個ゲットするまでやるよね。いやでもクオリティ高いねやっぱね、よかったよかった。たまにでもペイントがねすげえずれてる時があるからチェックしないとね。大丈夫だよなこれ、ペイントも綺麗だしミラっぽいよねちゃんとね、大丈夫大丈夫。そしてハッチのデカさよ、これめちゃめちゃでけえ重てえもんなハッチ、素晴らしい。ミラとハッチゲット降臨できましたと、ありがとうございます。みんなもね見つけたらぜひやってみて、もうマジでかっけえからハッチ100で、次回ねまた会ったらトランクスとご飯狙ってやってこようかな。この悟空はねちょっと考え中、いやでも欲しいな、コンプしたいな、うん、なんか悟空っぽくないんだよな。まあ、ゲットしたらね、まあわかんないからさ、ゲットするまでとりあえずゲットしてこようかな。じゃあまた次回残りの人形でお会いしましょう。よかった、でも一番欲しいハッチ100がゲットできて、もうね、うん、まあこのシリーズ悔いはないね。ハッチ100、一番欲しいハッチ100がゲットできたからありがとうございます。あとセリパ出ねえかな、このクオリティでセリパ18号あざっすめっちゃ欲しいわ、楽しみに待っていよう。さらばだ、ハッチ100バイバイである、ザン、次回までさらばだ。かっこいい、いやほんとかっけえなこれ、絵描きてハッチ100。